横浜 F マリノス対 FC 東京ウゴチャンネル実況スレまとめ、4分ヤンマテウスがキレのあるカットインからシュートもキーパーに止められてしまう。おすい、のいいいいいい、さすがヤンマテ、ごね、良いシュート、ヤンヤンいいぞ、すげえシュート、来たーかと思った、鋭いカティングからのシュート、惜しい。今日はヤンマテ調子良さそう、あ、触ったのか、東京スレの反応、あっぶねえ、ヤンマテやべえな、左サイドズタズタにされそう、あぶねえ、カシーフ病でかわされるのやめて、7分キタのスルーパスでヤンマテウスがゴール前に侵入するも打てず、こねおい最高のパスやないか、ヤン、キーボー良いパス、なめこう、アンドキーボーナイス、木田さんできるじゃねえか、木田さんが試合中に成長している、木田さんいつの間にこんな技術を、トラップした後に相手の足入ってきたから打てんかったか、木田さん格変か、木田さんはやればできる子、東京スレの反応、大ピンチ、ピアン、マテウス、こんなんじゃ失点するのも時間の問題、うほほもう二度ほどやられかけとる、とにかく前触れきっついわ、もう失点は時間の問題感がすごい、マリちゃん強い、木田8をフリーにしすぎ、マリさんそろそろ ACL に向けて少し落としませんか、9分ヤンマテウスの浮き球に走り込んだ鍋甲がスライディングボレーで合わせるもブロックされてしまう、ヤンが持つと雰囲気あるわ、この形物にしてるな、コネどっかで見たようなパターン、ヤンから鍋甲コネアルビ戦っぽい感じ、今はヤンと鍋甲は期待感あるな、再現性ある形、こっちは形になりつつあるな、ちゃんと枠に行ってたからすごい、鍋甲の得意技になったか、ヤン鍋甲ライン確立したのは東京スレの反応、やばすぎ、あぶね、今日も失点しそうだな、ずっと押し込まれてる、ヤンマテウス抑えきれない、どうしましょう、失点しそう、カシーフがザルなのはいつも通りだけどヤンマテ凶悪すぎる、一旦失点しないと安心できない体になってしまったかも、11分攻め込まれるも待機が安定した対応で防ぐ、待機ナイス、待機素晴らしいど、ナイスよ待機、またタイナイス、待機サンキュー、待機いいよ、待機だいぶ馴染んできて何より、待機は ACL を経て馴染んだか、待機に必要なのは開き直りだったか、待機は今年の補強の目玉だからハマってきてよかった、25分良いパス回しからフリーになったナムテヒがミドルを決める、来たってって決めた、あらららら来た、あらら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 、ナムさん来た、あらら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 、うめえ、ナムテヒ来た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 、って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 、ナムテヒだ、韓国の至宝、うおおおおお、ナムに来た、あらららら、ナム来た、あらららら来たわが、あん、ナムさんうめえ、ナムごめんなさい、ナムさん仕事した、ナムさん、やっとこさナムさん、なんて日だ、マルコス並みにうまいコントロールショット、ナムさんごめん、ナムよくやった、あららら、すげえ、ナムさんこれ得意なんよ、きた、あらら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 、ナムテヒミドルうまいんだからもっと打ってほしいわ、ナムさんに求めていたプレー、ナムのミドルやっと報われたか、一部のお前らは手のひら返せよ、やっぱナムさんうめえ、ナムさんすみませんでした、土下座、それできるならもっとやってくれ、ナム頼む、ヤンマテ、スクリーンうまかった、コールの後かっこいい、コーチーニョ感あふれるコントロールショット、問題は追加点ですよ、マツケンのパスカットの時点で何か起きる気がした、ナム期待されてる決定力を示してくれた、東京スレの反応、いや素晴らしい、うまー、あーうまいシュートだ、うめえ、綺麗なゴール、ナイススクリーンアウトとほほ、これは無理、レベルが違いますが、マリノス強いわ、簡単に決めやがる、ちゃんと枠飛ばすやん、人はいたのに正確なシュートですごかったな、シュート打つ瞬間マテウスが小泉を抑えてコース開けたのは巧みだと思いました、スペースガラガラでもないのにマリノスはパスがよく回るね、31分待機と上島が激突、待機は交代となってしまう、味方同士でおい、これまずいぞ、脳震盪はあかん、それだけはやめてよ、センターバック2人倒れるとかやめて、ほんと浮き球のバックパスは危険、やべえなやべえな、今日ベンチにセンターバックいないぞ、ボロぶつかったやん、いや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 マジか、2人とも全く動けんな、なんで ACL 直前にこうなるんだよ、呪われてるのか、アルアインサポの呪術師がスタンドにいる、上島は大丈夫そうか、待機がまずそうか、待機もせっかく良くなってきたのにぬあ、木田さんセンターバックだとイエローもらってるぞ、待機マジかよ、これからは絶対声掛け合うようにしろ、上島は縫ってるのか、上島ぐるぐるでピッチに入った、上島も無理してほしくないが、カッサポちゃんと静かにしてくれてた、東京スレの反応、これはいて、センターバック大丈夫か、これ二人ともあかんのちゃう、ホロじゃん、あかんな、脳震盪しているかもな、上島結構勢いつけてたもんな、ダメージでかそう、ビクリとも動かないじゃん、動かないが、これ大丈夫か、嫌だなこの間、相手チームのことだが、ちょっと心配になるレベルだわ、固定してるのはやべえのだ、さすがに心配、ACL、決勝の前に、これかよ残念だわ、あらそうか、ACL、決勝前にこれは激痛だな、一人は、とりあえず大丈夫なのか、とりあえず良かった、55分失点してしまう、やられた、ほらやられる、あらら、
はいはい、もったいねえ、ブラボーかよ。そんなとこにクリアしてどうするよ。何度チェック取り消しはないだろ。主審とコミュニケーション難しいのでゴール。東京スレの反応、代表様来た。長友おじさん、長友が年2発。俺れ、このスレに土下座しないといけない子いるよね。ちっちゃいおじさん来た。とんでもない接待ボールが転がってきたな。62分エウベル、ロペス、ヤン、アウト、宮市、上中、イノケン、イン、ジェットストリーム交代。待てだけはまだいてほしかった。怒りのブラジリアン3枚がえ、まあ ACL あるからなあ。この3人が機能すると良いんだけど、特攻がいって感じの3人。上中怪我だけは絶対しないでくれ。この交代ちょっと見直した後は選手が結果を出してくれたら。東京スレの反応、交代で出てくる選手がエグい。相手は予定通りの交代だろうな。上丸朝日 ACL 見据えたか。外国人全部下げるとは。63分交代で入った両翼が仕掛ける。イノケン頑張った、活性化したね。井上右サイドいいね。一気に流れ変わったな。両ウィングが縦に行くメンツになって全然良くなったわ。なんか活気が出てきた。上中がキープしてくれるからほんとありがてえ。目に見えて良くなったな。井ノ県宮市は脳筋だけどそれでいい。ジャパニーズ3トップで勝ちこそう。東京スレの反応、やばい、やる気満々だ。変わった日本人、行き返すなよ。休もうぜ。 CL あるじゃん。テル右だと長友とテルで宮市見るの心配になる。85分長友のパスを受けた宮市がドリブルで切れ込んでシュートもキーパーに止められてしまう。宮市すげえ、しここねえ、うまかったなあ。宮市決めろ、長友ナイス。宮市すげえ、よかった。うわあこねえ、枠に行ったと思ったら正面か。いいよ、宮市はゴールキーパーにぶつける感覚でシュートでいい。まあ枠行ってりやゴールキーパーがこぼして何か起こるかもしれんしな。来い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 。宮市乱数調整して決勝に合わせてる。東京スレの反応、誰だよ飛び込んだの言うとかよ。内側いかしちゃいかん。まあ倒し込まれまくり出した。マリノスちゃんとしか聞こえん。87分宮市が長い距離を仕掛けてコーナーキックを獲得。宮市はそれでいい。いいぞ宮市、やっぱスピードはあるな。それでいいよ宮市、長友じゃもう対応できない。上島出血すごいな。うわ、上島血だらけやん。血が滲んでる。血が痛々しい。宮市 ACL から気持ち入ってるのはすごく見えるな。上島大丈夫かよ。日本兵上島。東京スレの反応、ここは耐え時。血出てるぞ。89分長友の縦パスに追いついた宮市のクロスに上中がヘッドで合わせるも枠を外れてしまう。こねってすげえ、よく宮市追いついたな。宮市キレキレ。宮市めっちゃいいじゃん。上中よく頑張った。宮市頑張ったな。 W 上中すげえ、マスタメンじゃなきゃおかしいレベル。二人とも頑張った。宮市ビッグゲームに合わせてきたな。 W もう長友が追いつけなくなってるから徹底的に宮市に走らせよう。東京スレの反応、こわーわー、マリそれライン割らないし追いつくのズリーはヒヤヒヤ。あれを決定機まで持ってかれるのは厳しい。こえええ、最後まで気抜くなよ。あ、やばい、強いチームはスローインからチャンスにつなげられるな。全然チャンス作れなくなってしまった。93分美濃県が得たフリーキックから敬語にチャンスも枠を外れてしまう。井上それいけねえか。井の剣でいい父、狙ったダブルタッチだったらすごい良い位置だ。長解けるかな、頼む。これ決めて ACL 行くぞ。ケーキ漬けにぶち込め長と木田さん、またげ。まあ井上突破して欲しかったけどな。 W こねええ欲しい。いわぁ届かなかったか。坂木原決めたかったなぁ。上中に任せてれば、あるいはまあこれは仕方ない、惜しかったぞ。反応は良かったけどな坂木原。東京スレの反応、嫌な父、井上とかいうの埋めれない。今のスピードでダブルタッチすんの。ガンマていなくてよかったと思ったら長友レフティーだったんだった。長友の無回転が怖い。宮市やが怖い。アップねえ、ガクガクブルブル。94分テルにミドルを打たれるも枠外。こテルさん急な、武士の情け。テルの優しさだよ。やられたかと思ったテル優しい。テル声、テルやめて。テル外してくれてありがとう。恩返し枠外。テルありがとう。東京スレの反応、中川、キュアララララ。どう見ても決める流れやったやろ。中川決めろ。おうおうおう、遠藤なら、恩返し弾ならず、中川恩返しって。まあコースはそんななかったが、アウトにかかったあたり全く狙い通りじゃないな。試合終了1対1で引き分けてしまう。今日は負けなかっただけマシ。何戦勝ちなしだよ。勝てないねえ。まあでもラストの空気感は良かった。テルのシュートでまだ心臓止まらないんだが、全然勝てませんな。勝てないの後にかく ACL に切り替えて、勝ってリーグに集中しよう。びっくりするくらい勝ち点取りこぼしてるな。前半でセンターバックいなくなる試合を多すぎる。先制したのに逃げ切れないのが続くな。
さすがに、陸の接触は、ヒヤッとしたよ。テームチェンジャーとしての宮市は優秀。負けて ACL 行くのとは、気持ちが違う。大気上島のままだったら勝って、かな。これは、なぜセンターバック調子良さそうな時に限って、こういうことになるのか。ベッカムカプセルを所有してるマリサポはおらんか。木田さんは、今日は、頑張ったよ。大気は頭だからのは、絶対に無理はさせられない。飛行テルマチ、現地こなすぎてもう帰ってと係員にお願いされる。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと幸いでございます。